演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら業務スーパーで売っていたマレーシア産のポテトチップス3種類を食べたいと思います。はい、こちらにオリジナルサワークリームオイル、スパイシー3種類あります。これ普通もこんな感じ。外国産、海外商品のポテトチップスを初めて食べるので、商品の味なのか楽しみですね。ではでもどれが当たる、持っちゃうともうどれが当たるかわからないですね。これは色からしてチリだとわかるんですが、サワークリームとオリジナルどれだ。まあ食べ進めばわかります。ではなんかポテトチップス自体食べるの久しぶりな気がします。ではいただきます。そこまで劇的に違うというわけではないですけど、やっぱり違いはありますね。油っぽくなくて、じゃがいもの旨味がしっかり広がってきて、パリパリサクサクで、あフレーバーの味もしっかりしています。いずれのポテトチップスも割とサクサクとした食感なんです。油っぽさがそんなになくて、パリパリと程よい歯切れでしたね。そしてじゃがいもの風味をかなり感じることができました。イメージとしてはナビスコのチップスターに近い感じですね。でもそれよりももうちょっと油切れがいいで、このオリジナルはじゃがいもの風味を本当によく感じることができて、食べ進めているとなんだかポテトチップス食べてるはずなのに口の中でマッシュポテトになっているような、そしてその味わいの雰囲気を味わえるような、そんな感じになっていました。やっぱ一度に入れすぎだよって話かもしれませんが、じゃがいもの美味しさをよく感じることができましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。こちらの点数とさせていただきます。そして次の少しサワークリームオニオンは、あのベースのオリジナルに比べるとさっぱりとした感じで、そっとした爽快感を味わうことができました。サワークリームしわってきますからね。ただこれだけなぜかカロリーとかが書いてなくて、代わりにこのバーコードが貼ってあるんですよね。いや、レシピって言われてもポテトチップスのレシピってそんな使うかなって突っ込みたくもなるのですが、まあだいたいさっきと同じぐらいだと思うんですよね。で、もう一つこちらスパイシーの方はどっちかというとあのちょっと刺激のあるあーっていう辛さが後からジンジン来る酸味のある辛さ、唐辛子よりもタバスコ寄りの辛さといった言えば伝わりやすいでしょうか。ちょっと唐辛子書いてありますけど、唐辛子もタバスコに近いようなそんな感じの辛さでしたね。ああ今でもちょっとチリチリきてますけど、そんなわーってなるような辛さでもなく食べやすい辛さだったと思いますので、サワークリームとスパイシーはどちらもこちらの点数とさせていただきます。それってなんか久しぶりにポテトチップス食べたなぁ。進化されるとなかなかこういうの食べられなくなってくるんだよな。まあしょっちゅうこういう食べる動画出してる自分が言えたきりではありませんがね。それでは森林浴、恋になるほど涼み切る。涼しい中でする恋もいいものですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。